こんにちは、ギタ語りラボの藤林です。今回の動画はですね、前回の続きですね、バンプオブチキンさんのリボンという曲のですね、簡単アレンジギター弾き語りをの動画を前に上げたんですけれども、その解説編ということで、まあ、前回はちょっとイントロがですね、ちょっと長くなってしまったので、イントロ編ということで、解説をしました。今回はそれ以降のですね、ことをやっていきたいと思います。と言ってもですね、まず A メロからちょっと入っていきたいんですが、まずギターですね。まずギターは半音下げにしてます。半音下げにしてます。で、イントロでやったこう弾き方ですね。それをそのまま、A メロでやってるだけですね。イントロがこんなコードだったんですけれども、G で D なんですが、小指だけにしてますね。小指だけ3フレットを弾いて、2弦の3フレットを弾いて押さえて鳴らす。で最後 C っていう感じで、嵐の中をここまで来たんだっていう感じですね。でちょっと、雰囲気をつけたいな、ちょっとなんか感じを変えたいなって思えば、前回も言ったように、ですね、僕は最後の C のところでドゥドゥって入れてるって感じ。嵐の中をここまで来たんだ、嵐の中をここまで来たんだ、出会って。でここでも、前のイントロでも説明しましたけど、もう最初に6弦だけ鳴らして、出会って生まれた光追いかけてって感じですね。で、ポケットに勇気がのところも一緒ですね。これを繰り返すだけで、 B メロはですね、継ぎはぎの傘ですよね。こんな感じで弾いてますね。何を弾いているかというと、Am7 というコードなんですけれども、指を押さえているのは、中指で4弦の2フレットで、人差し指で2弦の1フレット押さえて、右手はですね5、4、3って感じ。リズムで弾いてます。でまず初めに弾いてるのは先ほどの Am7 というコードなんですが、これを、人差し、中指を、4弦の2フレット、人差し指を、2弦の1フレット置いた状態でダーダーダーって鳴らすんですね。でその後中指を1個上の弦にずらす、5弦の2フレットにずらします。それ以外は押さえません。右手は5弦、4弦、3弦そしたら次は、中指から薬指に押さえる弦をずらしてやって、5弦の3フレットですねを押さえる。流れでやるとという感じですね。継ぎはぎの傘、汚れたカンテラ、手作りの地図、大事に一緒に使った。で最後 D ですね。人差し指で3弦の2フレット、薬指で2弦の3フレット、と中指で2弦の、1弦の2フレットと言うんですよ。手作りの地図、大事に一緒に使った。でコード自体は、押さえるコード自体は
で最後、すみません、サビですね。サビの押さえるコード自体はですね、ほぼほぼ、さっきの B メロの時と一緒なんですが、ここからまあジャカジャカしてるって感じですね。ここはどこなんだろうね、どこに行くんだろうね。僕が押さえてるのは Am7 といって、一番初めに言った、4弦の2フレットと、2弦の1フレットだけ押さえるやつ。その次は、一緒ですね。これもそのまま、一緒、同じ Em7、まあ、BB なんですけどね、まあ、Em7 とほぼ一緒ですね。で、まあ、Em7 の E を鳴らさない、だから6弦を鳴らさないように、だから中指で、ここだけ2弦、5弦の2フレットだけ押さえていく感じで、最後はここも C でもいいんですけど、中指外してますね僕は。だからちょっと指をバタバタ動かしたくない場合は、もう人差し指の、ポジションをずっと一緒に置いた状態で、それだけを、他の指だけを動かしていくみたいな感じにしてやると割と弾きやすいかもしれないですね。例えば、まず Am7 です。一番初めの弾き方します。で、薬指を、中指をそのまま上にずらして、でも人差し指はそのままですね。で、次に薬指にチェンジっていう感じで、5弦は開放弦で、2フレットで3フレットで動いていくって感じ。ここはどこなんだろうね、どこに行くんだろうね、まで行ったら、誰一人で D に行って、分かってないけどというような流れ。ここはどこ、 Am7 で中指移動を、2フレットに移動させて、どこに行くんだろうねで、薬指の、5弦の3フレットに移動を、どこに、誰で一人で D、 分かってないけどで G ですね。で、これも次も一緒ですね。それを繰り返すだけです。そばにいる、選んで、今そばにいるから迷子じゃないんだ、で G で終わりって感じ。はい、という感じですね。あんまりバタバタ指は動かさずにいけるので、そこまで難しくはないんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは、前回までですね、前回と今回で含めてですね、バンボーチキンさんの、リボンという曲のですね、簡単弾き語りアレンジを解説をさせていただきました。それでは今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画少しでもいいなと思った方はグッド評価、そしてさらに、チャンネル登録をお願いいたします。あと作曲に関するお役立ち情報をメルマガで配信しております。概要欄の方にリンクを貼っておりますので、興味がある方はそちらからぜひご登録をお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。